これはですね宮城県仙台市の一平さんという人から聞いた話で,でこの一平さんによればあの、ね、七代さんとか田中さん田中俊幸さんにも同じ話をしているそうなのでもしかしたらその人たちの YouTube ななりで聞いた話覚えがある。 話かもしれないですね皆さんにとってはただ、まあ、まのちゃんと体験者さんから私も取材して聞いた話なので、まあ、ここで話させてもらいますけれども、えーまあ、正確に言うと、体験者さんは一平さんではなくて、その幼なじみのご友人の方なんですね、同じ仙台に住んでる人、まあ、仮に良君としておきましょうか、その良君で男の子、小中学校一平さんと同じだったんですが、高校はえ別々になった。ただ、まあ一平さんと良君、その後も高校生になってからもバンド活動、 で、同じバンド組んでいたので、ちょこ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 会う機会はあったそうなんですよ。えー、そうこうしてるうちに、りょうくんの方は高校2年生で学校を中退してしまって、まあまあちょっと不良みたいな感じになってしまったのでね。で、何をするでもなく、えー、まあ不良仲間とちょっと遊び歩いて、えー、仕事に行くでもなく、働くでもなく、学校に行くでもなくっていう日々を過ごしていた、そんなある日、えー くん、一平さんと久しぶりに会う機会があっておどうしたの最近いや学校も行ってなくてさみたいなことを言ってるうちにいやそれがさちょっとこの前変な目にあったんだけどお前に聞いてもらいたいんだよって言い出したんですね。りょうくんその日不良仲間たちと玄茶スクーターで、えー、仙台駅の方に遊びに行ったらしいんですね。で駅前の繁華街とか でまあなんやかんやしているうちに冬だったんですぐに日が暮れて暗くなってくるまあじゃあ一旦ちょっと地元の方戻ってっていう感じで、えー、またスクーターでギってそこから2三3 0分走らせてでちょっと一回休憩しようぜって、まあ、とあるマンモス団地のあたりで原茶を止めてでタバコを吸おうとしたんですね。 まあもちろん彼は未成年なので、一応法律違反だと。だから大人たちに認められたらちょっと厄介なことになる。まあ、こういったマンモス団地の冬の日暮れのちょっと夜の時間帯に建物の影とかで吸おうと思ったんですよ。まあそういう面では団地は都合がいいですよね。あんまり通行人以外がそんなにうろうろ、あそこに住人以外がうろうろしてるわけでもないですし、まあ、もう日も暮れてるし。でかつ まあ、これ言っちゃちょっと特定されちゃうから、まあ、あのその近くにある公園が、ひょうたん沼っていう、えー、沼があるんですが、そこが子供が実際溺れ死んでたり、結構自殺者がいるということで、心霊スポット扱いされていたんですよ。で、その池の近く、その沼の近くだったので、えー、余計に人があんまり、ね、暗い時間には通ることはない。ということで、まあ、その建物の裏手の方ですね、道沿いじゃなくて、団地の陰の方に行って、えー、3人でスパ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 、タバコ吸ってたら、 お兄ちゃんお兄ちゃんって声がしたんですね。え上の方から見,見上げると、その団地の3階部分、道に面してないからベランダですね。ベランダがあるんですけれども、そのベランダから5歳ぐらいの女の子がこっちを見下ろしてるんですよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんってまた行ってくる。うェべべってこう、お父さんにタばっして。え何どうしたのって。 なるべく柔らかい感じで返事したんですね。まあその,あの部屋にいるであろうお父さんお母さんになんか自分たちがタバコ吸ってるよって力入れたらちょっとね厄介なことになるかなと思って何でもないよみたいな感じでね、えー、どうしたのって、えー、話しかけられた。そう言いながらふと思ったのが先ほどから言ってるように冬のもう日暮れ時なんですけどそれはなの女の子は異様に薄着なんですよ。もう本当に半袖とかノースリーブというかのね 薄い夏服一枚羽織っただけそんな女の子が「あのねお家入れないの?」って言ってくるんですよ。え入れないのどういうことあのねママがお家に入れてくれないのって言うんですね。えええそのね鍵かかってるってことその窓から部屋入れないのうんママが入れてくれないのって言ってくるんですね。え 3人で顔を見合わせて、いや、これ、虐待だべ、ああそうだよなえ、だって、どんどんこれ寒くなるし、あんな薄着1枚でベランダにずっと締め出されたら、これ、下手したら死んじまうべ、みたいな感じで3人で話し合って、さすがにこれ、ほっとけないだろっていうことになって、え、あの、お兄ちゃんたちさ、ちょっとそっち行ってみていいかな っって言ったんです、ね、そしたら、うん、来て来てって言うんです。え部屋の番号、それ、分かるうん、308、308って言ってきたらしいんですよ。これはちょっと、中にね、母親がいるんだったら、一言言わなきゃだめだろうっていうことになって、まあ、正義感は強いやつだったんで、そのまま3人で、また、 こう道沿いの入り口の方にばーって回っていって、階段を3階まで登っていって、とはいえ大きい建物なんで、そこで一回裏手回ってしまったんでね、裏表回ってしまったんで、ちょっと方向感覚が分かんなくなって、あれ、右か左か、こっちかこっちか、308ってこれどっちだろうっていう感じで探していくうちに、え308ここだよなっていう部屋。 あったんですけどもちろん307、309に挟まれているからそこは308であることは確かだろうけどおかしいんですよ。表札も何もかかってない。で、308という部屋番号すらもない。空っぽのこうケースが入っていないケース裏、名札というかね、が入っているところの空っぽの状態のものしかない。しかも、 その辺りだけ廊下の蛍光灯が切れているというか抜かれていて、なんかぼやーんとした薄暗い影の状態になっている。で、何よりもその308であろう部屋のドアだけ、雑にビーッ、ビーッってガムテープでバッテンがなされていたそうなんですね。おこれ、どうするって、3人。 顔を見合わせたんですが、りょうくんそのドアを見ているうちに。あることを確信したんですよ。あ、そうか。うん。そうだなって確信して。でもその確信が。ひらめいた途端により一層。そこが不気味に怖く思えてしまって。おい。もういい。逃げよう。逃げよう。帰ろう。帰ろう。帰ろうって言って。 他の2人をせかせて、また階段を降りていって、裏手の方に止めた自分たちの現地の方に近づいていくうちに、やっぱりもう見るともなしに、先ほどの308のベランダ見ますよね。えっと思ったのが、そのベランダも斜めの角度から見ると、段ボールがいくつも積まれていて、粗大ごみであろう、タンスとかカラーボックスとか。 椅子みたいなものが乱雑ににぎぎゅうぎゅううまれてるんですねさっき見たときはそんなもの絶対なかったんですよでも明らかにも子供だろうとなんだろうとそんなに立てるはずもないような感じでものがぎっしりゴミが詰まっていたこれって思って「にげようにげよう」ってそのスクーターエンジンブルー,ッブルー,ッブルーッってかけた瞬間頭の上から「お兄ちゃーんお兄ちゃーん!」 でさっききの子の女子声聞こえてきたもう3人とも上を見上げられずにそのまま地面だけ道路だけを見て必死でスクーターを走らせていったっていうことをりょうその一平さんに話したんですねで一平さんその何ドアの前で感じたことっていうのは一体何だったのって聞いたらいやああの時な ななんんんんでか分かかいだだけどはっっきり分かったんだよって俺がもしこの明らかに人が住んでいないであろうバッテンがガムテープされているドアそのドアノブを手かけたら絶対に鍵がかかってなくてガチャって開いてそのまま中に入れるんだろうなっていうことがはっきり分かったでもはっきり分かったからこそ怖くなって逃げ出したんだよもしあの時俺があの部屋入ってたら お前にこんな話もできなかったんだと思うよっていうお話を聞かせてもらいました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録高評価コメントしてくれると嬉しいです次回の動画もお楽しみに